どうも皆さんこんにちは、チャクバツです。今私はトランプインターナショナルホテルワイキビーチに来ております。本日はですね ANA に乗って日本に帰りますので、本日はねこちらのフライトレビューやっていきたいなと思います。今ねロビーにいてこんな感じでめちゃめちゃ良かったですね、トランプタワーホテル。ここねピンクラインがね目の前に止まりますんで JCB カードでね無料で乗れますんで、それでねハラモアナセンターとかねまた向こうのねメインエリアに行くのにもですね非常に便利ということでとても良かったです。ということで今ねウーバーを呼んでもうちょっとでねウーバー来ると思いますんで空港の方にね向かいたいなと思います。今息子さんはディズニープラスでトッツっていうねアニメを見ております。それではタクシーに乗り込みました。ハワイともお別れですね。これがリッツカールトンレジデンスですね。次回ここも良さそうですね、はい、こちらもねフルキッチンとか洗濯機とかあるみたいですね。では30分から40分ぐらいで空港着くと思いますので揺られたいと思います。ちょっとここパパと一緒にここ掴んで、ということで無事ダニエル K 井上国際空港到着いたしました。ウーバーで37ドルということで、行きはねロバートハワイを使ったんで完全にやっちゃいましたね。行きもウーバーにすればよかったですね。ということでまだねチェックインカウンター開いてないと思いますんで、しばらくねここら辺で待ちたいと思います。こんな感じですね、まだ誰もいらっしゃらないですね、はい、ということでそこら辺のベンチで待ってチェックインしていきたいと思います。はい、おいで。それでは無事チェックインが済みました。ちょっとお手洗いに行ってから制限エリアの方に行きたいと思います。それでは無事制限エリアに入りました。今回ね ANA で帰りますんで ANA ラウンジに行きたいと思います。ではちょっとね C ゲートということでかなり遠いんですけどテクテク歩いていきたいと思います。息子さんが映りたいみたいなんで。調子どうですか、眠くないですか、大丈夫。あ、パイナップルだね。では C ゲートまで行きたいと思います。 ANA ラウンジに行ってゆっくりしつつ搭乗を迎えたいと思います。では行きましょう。いや暑いですね。いよいよってこれからカメラ仕掛けになります。楽しみだね、はい、それでは ANA ラウンジ着きました。上の階にね行きましょう。この空港にはねシャワーがないんですよね。シャワーがあるとねいいんですけど、よし行きましょう。まあそこまでね汗かいてないんであれですけども、いつか作ってほしいですね、うん、9月に来た時とかめちゃくちゃ汗だくになった覚えがあります。バカよ、小肉だからね。そうなんだ。では到着です。こんにちは、グッドモーニング。ではラウンジの中ですね。あ、懐かしい。いや久しぶりに来ましたね、はい、奥はキッズスペースになってます。反対側にも食事があります、はい、こんな感じでキッズスペースもあります。多分息子は後でここに来るんじゃないでしょうか。奥にお手洗いがあります。これがカレーです。これがココミミートボール、トマトのビスク、あとこちらにあります、チップスとかあります。見て見て、ほらあなたが好きそうなイチゴ入ってんじゃない、取りな、いいよ取って、落とさないか、大丈夫、取れる、いやパパ取るわ、いやいや待ってて。でビールです、あとお水とオレンジジュース、あとカクテルも作ってもらえるね、オイリーメニューがありますね、あとコーヒーです、あとソフトドリンクが下にあります。どこ座ります、ここら辺でいい、うん、いいよ。
それでは登場時刻になりましたので、そろそろ登場していきたいと思います。今ねアシスタントが必要な方がね呼ばれてますんで、もうちょっとでダイヤっていう感じですかね。はい、ということで行きましょう。今回エコノミーなんで、ゲートはねラウンジから1回降りて C4 番からね登場いたします。はい、こんな感じですね。はい、では並んでおきましょうかね。はい、行きましょう。2階建ての飛行機に乗るぞ。54です。あ、J、D。はい、どうも。いや、大きいね。はい、行って。54です。はい、はい、65です。それではね無事登場いたしました。いやいや、バス380エコノミークラス初めてですね。いや、めちゃくちゃいいですね。ピカピカ、はい、全然違いますね。モニターもかなり大きいですね。で USB とリモコンも全然違いますね。かっこいい。で、こちらにヘッドホンと安全のしおりとエチケットバッグとフットレストがあります。こちらもかなり広いですね。はい、で今回ね届かないね、広すぎて。はい、今回エアバス380です。今回は、ホヌ君かな。いや、ホヌ君じゃなかったと思いますけど、全員一緒の色なんですかねこれはね。はい、で反対側こんな感じです。いや、いいですね。はい、で今のところね、こちらは3席目はね一応空席と聞いてますんで、もしかしたら来ないかもしれないですね。もしかしたら来るかもしれないです。でもいいですね。いや、このモニターのデカさすごいですね。はい、やっぱり787とはだいぶ違いますね。座席もねシートピッチもかなり広いんで、かなりゆっくりして帰れそうですね。いやー、いい。では今回ねグループ2で搭乗してますんで、しばらく飛行機動くまで待ちたいと思います。それでは無事離陸いたしました。いや、青い海が本当に綺麗ですね。ハワイともしばらくお別れです。今回のフライトなんですけども、かなりパンパンですね。結局ね、お隣さんも来て、ほぼほぼ空席がないぐらいまでね、はい、パンパンということで、かなりね満席のフライトになりました。こんなに混んでるんですね。やはり円安とかの影響があるんですかね。はい、ということで約8時間ぐらいのフライトになると思いますけども、楽しんでいきたいと思います。いや、見渡す限りのパンパンです。ほぼほぼ空席はありません。それでは機内ショーやってまいりました。サラダとうどんと枝豆、あとポテトサラダとパンとお水。メインは聞かれませんでしたね。チキンですね。はい、非常に美味しそうです。ということでいただきましょう。カレーソースみたいな、美味しい。ハム
とヌードルで。このヌードル美味しいですよ。この辺のスキーマについてます。これなんですよね。これは何ですか。あとサラダです。それではあと1時間半のところでツナサンドが配られました。この可愛いやつに、ね、入ってた。いいですね。中身はツナサンドと他何入ってるんですかね。開けてみましょう。中はこんな感じになってます。ツナサンドとヨーグルト、ヨーグルトですね。あとクッキーみたいな感じですかね。いただきましょう。あと飲み物はビールです。機内食が終わって完全に寝てました。ちょっと今トッツ見れないな。上だもん。ご飯終わったら取ってあげる。ボーイング787で行きに来た時はなんかマフィンみたいなのをもらったんですけど、こっちの方が美味しいですね。ヨーグルトいただきます。ストロベリー。それではね、まもなく着陸となります。このね、マイフライトからね、こんな感じで前方のカメラと尾翼のカメラでね、切り替えることができます。窓側の座席じゃない人はね、かなりいいんじゃないでしょうか。残念ながらね、下側のカメラはちょっと使えないみたいですね。結構ね、さっきから揺れておりまして、この大きい機体で揺れて本当にガクンってきますね。ちょっと怖いですね。いや、でもこの前方カメラめちゃくちゃいいですね。ちょうどこの画面中央ちょっと左ぐらいのところに着陸するんですかね。いや、すごい。今ね、飛行機離陸していきましたね。先ほどまで、ね、結構ガクガクしてたんですけど、今非常に綺麗にリアルタイムで映ってて、いや、いいですね。あ、これは面白い。このまま着陸シーンまでバッチリ見れる感じですね。おー、すごい。では着陸です。スターラックス航空かな、今あったの。結構揺れてる、結構揺れてる。
いつも窓から見てますけど、こういう角度で見ることがないのでちょっと怖かったですねいやでもこれは楽しい。ぜひエアバス380乗られた方、着陸の方も良さそうですね、はい、かなり楽しめると思いますんで、ぜひ見てください。ということで無事ね成田空港到着いたしました。成田もね、正常化してから初めてね、来ましたけど本当に何もなくていいですね。ということで今回ですね、成田空港ということで、そう ANA のねアライバルラウンジがね復活したということで、最後にねそちら見てからですね今回の動画ね終わりたいなと思います。ちょっとね外出てきたんですけど、また中に戻りましょう。ということで本日はこちらですね、 ANA アライバルラウンジ、めちゃくちゃ久しぶりに使いますね。無事復活しているということで行きましょう。では中に入ってまいりました。ゆっくりね、ゆっくりゆっくり、あ本当に、はい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 、中はあ、ついちゃった、うん、気をつけて。中はこんな感じになっております。入ってます、はい、あとひげ剃りがねありました、入り口に。ありがたいですね、ずっとボーボーで申し訳なかったんですけども。で雪肌精のね化粧水とかがあって、扇風機、お手洗いですね。いやいいですね。でこちらはシャワーブースです。こんな感じで、はい、いいですね。で固定式と可動式両方ありますね、はい、いや久しぶりに初めて使いますかねここ、はい、ちょっとさっぱりして帰りたいと思います。ではねラウンジに戻りまして、ちょっとねゆっくりしてから、帰りたいと思います。いやねアライバルランチね復活したのめちゃくちゃいいですね、はい、ということでちょっとゆっくりしつつ、出たいと思います。ということでラウンジを出てまいりました。いやね ANA アライバルラウンジ復活めちゃくちゃいいですね。いやあのホノルル空港ね言ったと思うんですけども、シャワーがないんですよね。まあ今回ねそこまであの汗だくというわけではなかったんですけども、やっぱりねさっぱりして帰れるっていうのは、ね、非常にいいですね。でこのねアライバルラウンジなんですけども、ちょっと一癖ありまして、 ANA ラウンジとねちょっと入場制限が違います。あ他社の航空券かだと利用できなかったりしますんで、ユナイテッド航空で帰ってきてビジネスクラスとか、まあ、そういうのを利用してたとしても、このアライバルラウンジっていうのは ANA のサービスなんで利用することができません。ですので、まあ、基本的には、ね、ANA の飛行機で利用された方はこの、ね、アライバルラウンジ利用することができるっていうふうになりますんで、この点は、ね、注意してください。ちょっとここら辺に、ね、出せたら入室条件等々を、ね、出したいと思います。ということで私は、ね、いつも通り手荷物を、ね、あの JAL の ABC カウンターで送りましたんで、このまま、ね帰りたいと思います。まあ、ここは成田空港なんでね、今回は、マリオットボンボイプレミアムとセゾンアメックスゴールド持ってきたんですけど、まあ、1点しか送れなかったんでマリオットボンボイカードで、ね送らせていただきました。今回ですねユナイテッド航空のマイルで ANA の、ね、フライングホールに乗って、帰ってきました。3万3000マイルで、ね、1人発見できて残念ながらですねこの動画を撮ったんですけども、もうね3万3000マイルで今後ね発見することできませんので、まあ、この点はねちょっと残念なんですけども、まあ、こういう今回はね、まあ、最後ねこちら利用できたということで、まあ、ギリギリで利用できてね本当に良かったですね。いやユナイテッド航空のね解約がねこんな感じで来るとは正直全然思ってなかったんで、まあ、非常に残念なんですけども、まあ、ギリギリで利用できて良かったなっていうところですかね。ということで今回ですねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。